はい、RPG タイムというゲームをちょっとやってみようと思います。なんかね、小学生が自由帳で作ったゲームを遊んでみようっていう感じらしくて、その PV を見た時にね、なんかすごかったの、だからちょっとやってみようと思います。終幕の鐘鳴りし時伝説が始まる。これはこの鐘を鳴らせばいいってことかな。おい、お、なった。おーすげえ、めっちゃ動く。おーい、おーおーおー、すげえ、なんだこれ。え、書き込みすげえ。やっと放課後だね。何して遊ぶ。え、これ何、この、あ、机これ。おお、グラウンドでサッカー、サッカーボール降ってきた。え、これ机じゃない、バスケに。やだ、俺今この机見てんだけど、じゃ机読ますよ。これそれともこれかな。じゃじゃーん、お、ノート RPG ライトの伝説。おお、すげえすげえすげえ。あ、これは遊ぶよってこと。あ、これ売ってるってこと、こういうのが。僕が作った、お前が作ったんかい。え、すごいな。え、この、え、絵とかも描いたの、ゲームマスターケンタ。あ、ケンタが描いたのこれ。さあ、どれで遊ぶ、ゲームモードで。あ、あ、え、サッカーとバスケ選べんの。え、じゃあ、え、待って、じゃあ、え、サッカーやってみる。いや、ケンタには悪いけど、ちょっと、サッカーやろうぜ、今日は。サッカー。お、サッカーだね。いや、いいのか、お前。よーし、じゃあ、グラウンドに集合。え、え、ハットトリック、ちょっと待って、ちょっと。え、いいの？ライトの伝説、これ遊ばなくていいの？で、違う、違う。ああ、ノリツッコミだ。雑なノリツッコミ。完成したばかりのライトの伝説があるから、今日は教室で遊ぼうよ。あ、やっぱり学校の机か、これ。お前、机にえらいことしてんな。早速ゲームを始めよう。いや、先生、ブチギレだろ、こんな。その前にちょっと準備するね。ローディングタイム。おう。ローディング。いや、すげえな、これ。お、僕が使う鉛筆と消しゴムをここに置いて、あ、そういう場所も決めてるんだ。BGM 用に、お、音楽プレイヤー。おい、こんなん持ち込んでいいのか。ちょっと先生。こいつ、MP3 プレイヤー持ってきてますよ。ゲーム中に流れる曲は僕が選曲するよ。はじめに流すのはこの曲。お、メインテーマ。え、待って待って、これ。え、これも、ケンタが作曲したの？もしかして。おい、ケンタ？え、すげえすげえ。え、これもお前作ったとか言わないよな。ドットビート、え、すげえ、おい気合の入れよう半端ないな。え、これケンタ作ったの？ライフやコケ、え、これドットビーズ、お前、俺に遊ばせるためだけに？うわ、ちょっと飾りまで作ってるじゃん。え、マジか、お前。いや、これお父さんお母さん手伝っただろ。あ、説明書ボタン。え、何これ。なんとこれを押せばライトの伝説の説明書が読めるのだ。説明書。あ、説明書も作ってきたんだ。楽しい説明書。ガチガチじゃん。え、なんで俺ケンタにこんな愛されてんの。お待たせ、ロード完了。え、すげえ、ケンタすげえ、お前。お、何これ。え、コントローラー、これも作ったのケンタ、やべえお前。え、じゃあこの説明書、これ、うん、じゃあ説明書準備するね。うん、お願い、読むわ、せっかくだし。おいいや、待って、これお前制作期間何年、マジで。いや、学校通いながら作れるものじゃなくね、これ。ちょっぴり分厚いけど、いや、ちょっぴりじゃねえよ、これ。普通にジャンプ2冊分ぐらいあるじゃん。説明書開くよ、3、2、1。うん。え、お、おお、すげえ、ちょっと待ってくれ。これは、お前、やばいな。説明書これが、その名も説明書。お前、気合入りすぎだろ。いや、ちょっと引くわ。ライトの伝説の世界を学び、遊びながら学べる優れもの、案内人だっているんだ。うん、紹介するからちょっと待ってね。案内人、何、おう、あ、あ、なんか出てきた。ガーハハハ、お前待って。じゃ、なんか人形まで作ってる、何、ゲーム、マジ。いや、待って、ケンタ、ちょっと動画撮ろうぜ、これ。いや、俺だけに遊ばせるのもったいないよ。あんたのダンジョン探検バッチリ。いや、動画撮って YouTube 投稿しよう、これ。バズるって。さあ、俺様についてくるのだ。ダンジョン案内してやろう。おうん。え、やべえ、こいつ。ケンタ。まず、左に見えるのがキャラクターコーナーだ。
はあはあ、キャラクター紹介。ライトの伝説に登場するメインキャラクターを紹介するぜ。いや、ただの紹介に気合入りすぎだろ。あ、で、ワールドマップ。え、すげえ、もう、ところ狭しと絵描いてあるんだけど。これから冒険するダンボール大陸のおすすめスポットが丸わかりだ。ダンボール大陸。へえ。え、これはパラパラ漫画で作ったムービー。いや、待って、ちょ、他のクラスのやつも集めてこい、これ。俺一人で見るもんじゃねえよ。勇者ライト VS 星の石版が上映中。いや、マジ俺一人だけのためでいいのこれ。ねえ。そしてこっち、いや、やば。いや、これケンタ描いたの？この絵も？ライトの点数、いや、中村ケンタ。いや、絵うますぎだろケンタ、おい。遠近法とかめちゃくちゃうまいんだけど。何？これで案内ツアーおしまいだ。あとは出口の説明だな。おうおう、これで、おお、ビーズで作ってる。こいつを押せばいつでもライトこれ。いや、この出口ボタンとか作る必要あるね。いや、もうやめるわっても口で言うから俺。そんなわざわざ作ってもらわなくても。最後にこのダンジョンの秘密を教えてやろう。4つの星の石板が、あ、この説明書ダンジョンにもなんかあんの、そういうのが。ただ読むだけじゃなくて、4つの星の石板を見つけることができたら、あんたに俺と、マジか、おい、ケンタ。まだ始まってないぜ、何も。じゃあ、楽しんでってくれ。いや、待って、これ、やる側のプレッシャーも半端ないんだけど。ちゃんと楽しまなきゃ。説明書タイムスタート。あ、え、じゃあ、このパラパラ漫画気になる、これ。ケンタが作った。このライトの伝説の世界を駆け巡るムービー。え、これ見たい、見たい。パラパラ漫画見たい。また出てきた。おい、ちょっと待って、差分も作ってる人形の。このシーンのためだけの差分がある。パラパラ漫画を最後まで見れば星の石板をゲットできる。うん、あんたのペースでパラパラめく。え、マジいいの俺のペースで。え、じゃあ、え、どうやって、あ、ここクリックすんの。あ、え、すご、え、すご、ちょっと待って。始まった。おー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 、あ、スター、あー、勇者来た。おーおーおお、すげえ、絵がすごい。え、何、あ、姫、お、絵がうますぎる。待ってくれ。いや、待って、アニメーションがうますぎる。おい、奥行きの表現やばい。おいおー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 、ちょっと待って。おい、ケンタ、お前何者なんだマジで。いや、うまうま、ちょっと、いや、待って、ごめん、全然内容入ってこないわ。絵がうますぎる。おーおー、ああー、戻ってきた。なんじゃこりゃ。いや、ブラボーじゃねえの。いや、お前がブラボーだわ。お前アポトキシン飲んでるだろ。なあ。いや、小学生が作るパラパラ漫画のクオリティじゃなかったぞ。俺様が星の石板の、いや、もう正直星の石板とかいいけどな。マジンハンド、星の石板をつかめ。何マジン、ああ、ああ、これは普通にマジックハンドなんだ。ダンジョンの中央へ移動だ。うん、え、何、あ、わざわざそれで動かすんだ。え、で、実は星の石板は俺様の宝物を守るための鍵なんだ。あ、そうなんだ。え、え、何、あ、そこに星の石板を聖なる題材に乗せると、うん、え、あ、あ、え、光った。ちょっと、いや、電子工作まで取り入れている。おい、ケンタ、待ってくれ。いや、説明書でこれ、おい、本編恐ろしすぎるだろマジで。いや、もう正直説明書ダンジョンだけでかなりお腹いっぱいだけどな。ケンタ頑張りすぎだよマジで。キャラクター紹介、ノックノック、お、おー、すげえ、あ、扉になってる。ライトの伝説に登場するキャラクターを紹介するよ。いや、もう紙でいいよ普通の。いや、こんな作ってもらわなくていいよ、扉みたいな感じで。こだわりすぎだよマジケンタ。え、ノブ、あ、え、すげえ。ガチャ。いや、どっかに出品しな、この説明書ダンジョン。いや、なんか賞を取るって。ライトの伝説の主人公、若き勇者ライトだよ。いや、もう、次のページ進みたいときはここからめくってね。あ、まだあるんだ次のページも。
え、じゃあこの剣触ってみなーって言ってるから、これ、これ何剣、これどうなの、これ、え、すごっ。いや何これマジで。いやいいよもう健太、マジここまでしなくていいよ、お前こだわりすぎだよマジで。え、じゃあネクスト、おー姫だ。いや絵がうまい、絵がうますぎる。光の国のレイ姫様、おうおうおう、え、そこ開くんだ、優しくてすげえ。こだわりすぎだよマジで。え、あ、折り紙、紙飛行機を使って、ライトに手紙を送ってくれる。あ、なるほどね、紙飛行機で手紙くれるんだ姫が。これは光の魔法、え、なんかレイ姫のページちょっと手抜きじゃない。いや全然手抜きじゃないんだけど、ごめん、さっき勇者のページすごすぎたから。え、危険な気配、何、おおーすげえ。じゃじゃーん、こいつは魔王デスゴッドだ。いや手抜きとか言ってごめん、絵がうますぎる。陰影の感じうますぎる。あ、今のが魔王ね、なるほど。え、すげえ、何これ、え、実写じゃん、ライトの仲間。え、この写真は何、ケンタこれ何、気になる、いや気になる、全部気になるけど、この写真めっちゃ気になるけど何、え、これ手作り、ケンタの丸い眼鏡をしているのは魔法使いのポット。うん、わ、え、この写真は何、ケンタ、この実写の写真は何なの、この写真は皇帝の木の上で、いや手作りかよ。いや待って、もうその人形見せてくれるだけでいいよ、もうこんなページ作んなくていいよ、もうケンタ本当にこだわりすぎだよお前。おお、何これ、恐ろしい魔物。ちょっと魔物の紹介まであんの、え、何左上の、え、てか右上何これ、三角さんのパズルじゃん、気になる魔物、これは、あ、すげえ目が動く、何これ、サイクロプスの目が回っちゃうよ。え、これはパズルになってる、え、すげえすげえすげえ、あ、こうだ、めっちゃ簡単だ、これはミステリータートル、頭を使った。いやもう絵で描いてあるだけでいいけど、こんなギミック別にいいってケンタ。うん、魔物が増えていて人や動物は困ってる、え、これはこの灰色は何、銀剥がし、銀剥がしを自作している。え、お、すげえすげえ、おー、すげえ顔変わった、銀剥がしって自作できるんだ、そうなんだ、俺専用の機械使わないと作れねえもんだと思ってた、小学生でも自作できるもんなんだ、え、すげえ、まだある、おお、なんだこれ、いけた、ガーハハバチバチ、お前頑張りすぎだよ、最後にさ、何これ、何日かかったこの絵、おー絵がうますぎる本当に、名付けてライトを探せ、あ、勇者見つけたらいいの、あーごめんごめん、俺速攻で見つけちゃったわケンタ、ごめん、え、もう見つけちゃったけど、指さして教えてね、用意スタート、うん、いやこれだよね、これだよ、めっちゃ目立つとこれ、ごめんごめん、一瞬で見つけちゃった、ケンタの書き込み量の割に一瞬で見つけちゃった俺。ごめんな、もっと悩んだ方がよかった。あ、やったー、保証石板だ。いやごめんな、なんかめっちゃあっさり解いちゃって、モングラジもうそういう不満の顔とか一切見せないわケンタ、もうゲームマスターの鏡だよ。信仰に徹してるよひたすら。すげえなマジ、いやこの発想すごくね、めくっていったらスターになるのこれ、お、できた、おい、おお、これはいやすごすぎる。ちょっともう驚き疲れてきたわ俺ケンタ、ごめん、なんか怒涛のギミック量に、ちょっとキャパオーバーしてきた俺、すごすぎるだろマジで。リードミー、ライトの伝説を作ったスタッフについてです。え、でもケンタじゃないの、便箋になってるの、うわすげえじゃん。中村ケンタの自己紹介、おい10歳ってお前10歳だったの、嘘だろ、10歳のクオリティじゃねえぞ、
僕の名前なんか、いや絵心ありすぎるだろ10歳にして。僕の似顔絵、いや絵が上手い以外にもいろんなスキルを持ちすぎてる。得意科目は図工。うるせえわ。いや図工の範疇超えてるって。僕の作った工作がたくさん登場する。いやもうすでにめちゃくちゃ登場してるけどな。好きな食べ物は丸くて甘いリンゴ。あ、そうなんだ。何ピザも。いやもうピザも大好きって一緒に書くだけでいいよ。そんなギミックいらないよ。ゲームクリエイターになり、いやもうなってるよお前。いや立派なゲームクリエイターだよ。もう夢叶えてるってお前。好きなゲームソフトは？おお、何？あ、たくさんありすぎて書ききれなかったよ。あ、ここは小学生らしいのかよちゃんと。あ、そう。え、ちょ、何これ？ゲームレビュー？おすすめゲーム紹介。凝りすぎだよ。なんだよこれ。いや、ケンタ、お前、ちょっとやりすぎだって、マジで。これ、引くやついるって、やりすぎてて。うん。うわ、何？では、早速発表です。うん。あ、各部門があるの、これ。シューティング部門、気持ちいいでしょに輝いたのは、うん、何？じゃーん、ペンシリウスは知らねえわ。知らねえゲームだったわ。グラディウス的なことかな？ペンシリウスはいろんな色のゲームで敵を塗りつぶす。いやすげえ。ってかこのゲームを全部描いたの？ビームで敵も背景も何でも色。いや、ペンシリウスの会社にこれ送ってみな。なんか記念品返ってくるって絶対。アドベンチャー部門、トイレに行けないでしょう受賞したのは、あ、ほら、お、ナイトメアナイト。あ、こんなんやるんだケンタ。めっちゃ怖そうじゃん。こんなホラーゲームやんのケンタ。ナイトメアナイトは車椅子に乗って館を冒険する怖い。いや、車椅子とかめっちゃうまいけど、ケンタ。やばくね？絵のうまさ。暗い部屋で遊んでみてね。いや、俺、ケンタの10年後が楽しみだよ、マジで。めっちゃある。アクション部門。体が動いちゃうでしょに輝いたのは、てかこれ何を見せられてんの？おー、フロッグキット知らないわ。何？あ、でもアクションゲームなのこれ。 3D のマップ探索が楽しいアクションゲーム。あ、マリオ的なやつね。あ、これも好きなんだケンタ。世界中の観光名所を泳いで飛んで駆け回って世界旅行した気分になれるよ。いや、ほんとゲーム好きなんだなケンタ。最後に RPG 部門の発表です。おー、 RPG ね。いろんなゲームやるなケンタ。僕の人生を変えたでしょ。10歳にして。おー、バトルクエスト知らねえ。あ、でもまあ王道っぽいねこれ。王道の RPG っぽいな。爽快なバトル、感動のストーリー、 RPG といえばこれだよね。俺知らないけど。まあでもケンタがそこまで言うなら面白いんだろうな。こんな面白いゲームをたくさん遊んでたら僕も作ってみたくなった。作ってみたくなって作るクオリティじゃないけどなこれ。おすすめゲーム紹介おしまい。人生かけて作るレベルだなこれ本当に。うわーすげえ、何これ。おい、 BGM リストってなんだ。え、作曲したの？え、作曲したとか言うなよお前ケンタ。ゲーム音楽を聴いてるとその音楽が流れたゲームの、いやまあね、そうね、ゲーム音楽大事ね、ゲームにとって。ちなみに今流してる曲は、うん、え、ケンタ作ったのこれ。バトルクエスト、あー、なるほど。あ、ゲームの曲なんだ。なるほどね。あ、びっくりした。バトルクエストの曲なんだこの曲は。そういうことか。いや、さすがに作曲までしてたらやべえなと思ったわ。マルチクリエイターすぎる。あー、これはペンシリウスの曲で、ね、やばい、トビーフォックスかと思ったわ。作曲してんのかと思ったよ俺ケンタ。いや、ケンタならしかねないと思ったもん。これなんで音出てんの？なんか仕込んでる？ケンタ下に。おお、うまいぞ。アイテムゲットの曲、演奏大成功だな。あー、やった。いや、このピアノのギミックとか ここで使い捨てなのこれね。もったいなくね。あー、でもこれで石板全部揃った。あんたに見せたいものがある。男女の中央へ来るのだ。もう石板はその辺で拾ってきた石なんだ。ここは自作しないんだな、ケンタ。
い。あ、でもこれで揃ったね。もちろん石板置くぞ。おう、これでどうなる。さらになんか発動するのか。あ、いた、なんか入ってる。落書き鉛筆、なにこれ、なにこれ、お宝。いや、待ちくたびれたよ。オイラは伝説の標、落書き鉛筆。あ、喋るんだ。あまりにも暇だったから箱の中で落書きしてたら、こんなにも体が短くなっちゃった。上履き履いてるわ、落書き鉛筆。でも安心してよ、短くたってオイラはまだまだ落書きできるから。え、これは何かに使うの、この後。消えてなくなるその日までオイラあんたについてくよ。てかこれ本編始まってないんだよな、まだ。今更だけど。本編前にもう結構、ま、大満足だけどな俺。ノートに自由に落書きが書ける、よかったな。へえー、あ、そういうのがあるんだ。ライトの伝説で解説モードを使った時、なんかなんかあるんだな、モードがいろいろ。説明書ダンジョンのエンディングとかあんの、マジで。はい、これで終了じゃないの、ちゃんとエンディングあんの。おお、突然ダンジョンが揺れ始める。おお、あ、ケンタが机を押してる。おお、あー、もったいない。おいおいおい、ちょっと、ガラガラ床が。いや、絵がうますぎる。なんだこのトリックアート。いや、もったいないって、ケンタ。おお、見ろよ、役目を終えたダンジョンは。いや、壊すな壊すな、マジでこれ取っとけ。ヒャッホー、これで使命を果たした俺様、自由の身だ。え、使い捨てなのこれ。ねえケンタ、どうだ、説明書読んだから早くライトの伝説遊びたくなってきただろう。いや正直もう結構お腹いっぱいだけど俺。ライトの伝説をより深く楽しめるようにすること、それこそが俺様の使命なのだ。そうだったんだ。え、自由の翼を、そ、え、なんかついた、何それ、プロペラ。うん、どうすんの。短い間だったが、あんたとの冒険楽しかったぜ。エンディングって何。ライトの伝説バッチリ楽しんでくれよな、さらばだ。あ、はい、ゲーマジンさん、さよなら。ブーン、ゲーマジンは空の彼方に飛んで。いや、これ直そうよ、ちょっとケンタ、これもったいないって、これめちゃくちゃの状態で。え、ちょっと説明書ダンジョンもうどっかやるのそれ。クリアしたけど。いや、それいらないな、くれよケンタ、俺に説明書ダンジョンくれよ。また読み返したくなったら。あ、はい。いや、マジか、こっから本編か。いや、やべえ。いや、もうケンタさんって呼んだ方がいい気がしてきた俺。俺より完全に上の存在だよケンタ、上位者だよもう。よし、じゃあ本編始めるか。いや、マジケンタやべえ。え、これ押したいの、エンター。こっから本編、ピカー光る電子工作、君の指先で世界に希望の光がと思った。ついに冒険の扉は開かれる、レッツ RPG タイム。光るギミックとかマジいらないけどな、すげえな。おお、すげえ。 あ、そこ透明なんだ。それではプロローグの始まり始まり。あ、あ、でも割と普通に自由帳なんだねここは。あ、なんかちょっと安心したな。飛び出す絵本みたいになってたらどうしようかと思った。ここは光の国、人と動物が仲良く暮らすとっても平和な王国です。あ、始まった。しかし、おお、いや、もったいないもったいない。おいおい、 お城の周りを覆いました。おお、いや、その塗りつぶ、いや、マジ使い捨てかよ。いやいやいや、おいおいおい、世界征服を企む、マジで一回きりの遊びじゃん、もったいなすぎる。おお、いや、うまいな、そんで。おお、すげえ。岸辺露伴か。じゃじゃーん、この物語の主人公、一瞬で描くじゃん、ケンタ。ツンツン頭にマントがひらり、正義を愛する勇者ライト。動くね、これはさすがにその想像って感じなのかな、この動いたりしてんの。脳内で保管して、十字キー出てきた。いや、いいよ、こんな作んなくていいよケンタ。大丈夫、俺上行くわとか口で言うから。あ、あ、あ、これ動かせんの。え、待って待って、あ、あ、なるほどね、 WASD で。あ、すげえ飛んでいく。あ、ここは普通になんかゲームだな。普通にテレビゲームなんだな、ここ。オッケーオッケー。お、あ、倒れた。反対側から進む。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、普通にゲームになった。あ、飛んでた。お城へと駆けつけた平和の国を優しい人々、そして愛しの姫を救うために。うん。いや、すげえ。
書き込みやべえ。後ろの前は大混乱。恐ろしい魔王の軍勢が大暴れしていました。何これ。炎と矢の雨が降り注ぎ、人と魔物が激しいバトルを繰り広げています。いやマジ最初サッカーやろうぜとか言ってごめんな。おお、あ、勇者来た。勇者は城門へと進みます。おお、え、これはどうやって進むの、ケンタ。おお、あ、ここ自動なんだ。お、すげえ。あ、でもすげえなこれ。邪魔する魔物を切り倒し、勇者が城門に近づいたその時、このグラフィックでアニメーション。おお、何、おお、絵がうまい。なんと魔王が現れ、筋肉の感じが10歳の描くやつじゃない。うますぎる。おお、ガハハ、我にひれ伏せ人間どもよ。いや10歳、これ10歳作ったの。魔王デスゴッド、今日この時より光の国は我のものだ。ケンタ、おーおお、さあ出てこい霊姫、忌まわしき光の力を持つ者よ。お、出た霊姫。勇者どこ行った。あ、出てきた。お、去りなさい魔王デスゴッド、ここは神聖なる光の国。てか全部ケンタがやるんだ。暴力で国を奪い取ろうとするあなたのような魔物が来る場所ではありませんわ。てかそのお面もケンタ作ったの、この霊姫のお面。黙れ小娘、無理やりにでも連れ去ってくれるわ。ケンタの迫真のに、おーおーおお、すげえすげえ。あ、入ってっちゃった。キャー、おい、シンバルなんだ。おい、音楽室から持ってきたのかそれ。姫の悲鳴がお城の奥から聞こえてきました。おお、勇者は全速力で姫の元へと駆け出します。ほう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 、お、すげえ。果たして勇者は魔王を倒し姫を救い出せるのでしょうか。いや、すげえ、分かってたけど導入から気合入ってんの。何、番号順に伏せをめくる、このページは漫画。何、漫画。数字の順番にノートに貼ってある伏せをめくって読んでね。はぁ、何これ、ここもこだわってるじゃん。姫は無事なのか、漫画タイムスタート。あ、めくるのこれ付箋を。おい、うまい。お城の奥へ急ぐ勇者、うまい。勇者様、絵がうまい。うわー、邪魔。漫画がうまい。10歳の描く漫画じゃない、うまい。負けじと勇者は剣を構える。おう、うまい。誰と勝負する気か、どれ遊んでやろう。カット割りがうまい。おお、なんだ、ああ、ここで戦闘なんだ。こんなちっちゃい子まで戦闘すんの、何、え、どうすんのこれ。体力ゲージあるけど、剣ボタンすげえ。剣ボタンの躍動感やべえ。何、必殺技コマンド。ああ、どうやって、どんボタン、ああ、こうか、はいはいはい、こうで Z、 お、必殺コマンド入力成功、必殺天空斬り、おお、天空斬りいった、かけーん、飛び散る火花、うん、あ、いや、うまい。アングルがうまい。あ、剣が折れた、はいはい、装備画面、おー、折れた剣になった、何これ。あ、そうやって使えるんだ、なるほどね、ビーズだから。つまらない、うまい。漫画がうまい。おい魔女よ、姫を連れて行け。いや何これ、いや漫画家いけるって、剣と勇者は剣を拾って追いすがる。おう、さらばだ。おお、なんだ、出てきたデスゴット。うますぎる。絵がうますぎる、ケンタ。10歳の描く絵じゃない。うわ、すごいな、お前。何これ、いや、筋肉とかやばいよ。ぐはは、吹き飛べ。10歳の頃で、あー、裏にも書いてある。どか、勇者は魔王の攻撃でお城の外へ。なんだ、この工夫は。魔王が尻尾、何、おーおーおー、別のテーブルまで、お前。高く高く飛んでいく勇者、やがて見えてきたのは冒険の舞台、ダンボール大陸。いや待って、別のテーブル使ってんじゃん。いろんな場所があるけど、一体勇者はどこに落ちるのでしょう。お前ここまでやっといて、よくサッカーやろうとか言ったな最初。
弓道か、あ、落ちてきた。そう、勇者が起こしたこの場所が大冒険のスタート地点。その名は、すごい。第一章始まりの洞窟。いや、小学生が作ったら無理あるだろう。勇者ライトの大冒険、こっから始まるのだ。さあ、洞窟の中見てみよう。ノートにご注目。うん。ノートで進むんだね。待って。うわー、書き込みやべー。ヒュードッスン。落ちてきた。すご。あ、勇者中。あ、なるほど。天才か。ケンタ天才か。あ、メジャーでね、体力、ライフを表現してるんだ。これはライフメジャーだよ。0センチになっちゃったらゲームオーバー。これは天才の発想。まずは頭が埋まっちゃった勇者を助け出してあげなきゃね。おお。これどうしたいの、ケンタ。ああ、十字キーを押すんだ。オッケーオッケー。ああ、こういうことか。グリグリ押して、おーおー、頑張れ頑張れ。おお、抜けた。やったー、救出成功。すごいな。さあ、勇者を操作して洞窟を冒険しよう。レッツゴー。楽しい。何これ。あ、動かせんだ、こっから。おーおーおお、なるほどね。じゃあ右、こっち行けるかな。ここ進める。あ、進めるね。なるほど。こっち。お、あ、ストップ。大事なこと言ってなかった。お、なになに。冒険の途中でゲームマスターの僕が突然イベントを起こすことがあるよ。あ、なるほど。ケンタのタイミングで宝箱を獲得。おお、うまい。岸辺露伴。あ、なんかペンギンいる。うん、道を消しちゃった。いや、もったいないもったいない、ケンタ。そんな、めちゃくちゃうまかったのに、道。でもこのままじゃ先に進めないから、上進むためのはしごを。うめえ。ささっと書くクオリティじゃねえ。やっぱりやめた。いや、もったいないもったいないもったいない。かっこいい登り方、かわいい登り方。じゃあ、じゃあ、かわいい、かわいいの。かわいい登り方。何、かわいい登り方って。ふわふわ軍団を集合させるよ。ふわふわ軍団って何。おお、うますぎる。ぽよよーん、かわいいぬいぐるみだわ。いや、線がさ、おーおお、いや、線がさ、10歳の線じゃないのよ。この迷いのない線。いや、マジで、マジか、ケンタ、やべえな。あ、これ登るってこと。じゃあ、このケンタが描いてくれたぬいぐるみタワーを。おお、登った、登った。あ、登ってる、登ってる。すげえ、すげえ、すげえ。はいはい、上に来た。無事登頂。で、こっち。お、洞窟が揺れ始めた。落石に気をつけて。あ、めっちゃ落ちてきてる。これは、動けるの。あ、動けるんだ。なんかめっちゃいろいろ落ちてきてる。あ、待って、これさ、帽子じゃな、落ちてきてんの。かぶった。あ、すげえ、なにこれ、かわいい。あ、すげえ、どんどん変わる。なにこれ。あ、これいいじゃん。あ、これで進んだら、防御力50。これだと、あ、なるほどね。落石を弾く。そういうことか。これは、これもいける。突然巨大な隕石が落ちてきた。ケンタ、石好きだな。その辺の石使うの。果たして勇者は無事なのか。おう、あ、いいね、セーフなんだ。なんと隕石は割れた。勇者は防具のおかげでへっちゃらだったのだ。この辺は小学生らしいな、なんかこの突拍子もない展開。いや、なんかこういうケンタのちゃんと小学生らしいところを見ると俺は安心するよ。こっちか。じゃあ、お、ステージクリア。次はどんなページかな。あ、ページが進むんだね。おー、すげえ。洞窟の奥へ進む勇者、たどり着いた先で見た。お、エクスカリバーだって。エクスカリバーあるぞ。あ、驚いてる。なんと石に刺さった伝説の剣、エクスカリバーを発見。台座とかめちゃくちゃうまいな。お、その時、お、なんだ、なにこいつ、なんか出てきた。ヒッヒッヒッ、おい勇者待ちな。あ、またケンタだ。 CV ケンタだ。なんと松明の日から魔物が現れた。おお、魔物。これ魔物なんだ。どうする。ヒヒヒ、俺は炎の化身ファイヤーマンだ。名前そのままだな。
ネーミングセンスは結構安直だよな、ケンタ。メラメラと燃えるような熱いバトルを俺が教えてやるよ。構えな。おお、バトル。RPG といえばやっぱりバトルだよね。お待ちかねのバトルタイム。お、通常戦闘もあるんだ、やっぱり。お、すげえ戦闘ページがある。メラメラ、ファイヤーマンが現れた。え、かわいい。バトルの前に君に勇者の剣渡しておかなくちゃ。あ、ね、折れたもんね、剣。さて、ここで登場するのは僕が作ってきた秘密。お、え、なに、なに、え、これをこの鉛筆に装備すると、お、まさか、お、すげえなんと、ただの鉛筆が勇者の剣にレベルアップすごい、もうプレイヤーを盛り上げる工夫が至るところに。ケンタ、これで敵を攻撃するんだけど、まず僕がお手本を見せるね。こうやって攻撃したい場所で、お、ズバッと剣を振れば敵を攻撃できる。あ、なるほどね。じゃあ、はい、これ、え、ちょっと、え、ケンタの絵に描いちゃっていいの、俺が線を。さあ、バトルターン。え、ちょ、そのメダル何、え、ケンタ作ったの、勇者メダル。攻撃、あ、じゃあこの、なんかこの K ってか、このジュースみたいなの気になるな。これクリック、あ、違う、あ、スラッシュ。ああ、やった。ヒヒ、当たらない。お、あ、かかった。こら、やめろ、ジュースがかかってる。あ、あ、ちっちゃくなった。ファイヤーマン弱火になった。えへへ、面白い、何これ。いきなり正解に気づくなんてすごい。次はもっと難しくし、あ、正解だったんだ、これ。はあ、ひえー、弱点の炭が丸見えだ。え、で、おお、え、かわ、え、めっちゃ、え、めっちゃアニメーションするな。え、かわいいな、この戦闘。2ダメージ、弱火だからほんのり温かい。え、で、勇者のターン。俺は、あ、じゃあこのバケツ切ってみる、バケツ。おい、あ、外れなんだ、これは。あー、攻撃してきた。いや、アニメーションアニメーションめっちゃ可愛いわ、ファイヤーマン。え、じゃ あもう直接、あー、なるほどね、直接切ったらいいんだ。勇者の剣が炎を切り裂いた。燃え尽きた。え、すげえ、ケンタ、この戦闘面白いわ。正解を探す戦闘ね。あ、あー、ちょっと消しちゃって。おい、ケンタ、躊躇なく消すな。また一瞬でかけるからいいのか。はい、勇者は剣に手をかけた。選ばれし勇者だけは引き抜くこと。序盤でいきなりエクスカリバー。お、あ、スコップだん、これって本当に剣なのかな。先にスコップがついてる。エクスカリバー型のスコップだ。よく見たらこれはスコップだ。勇者は伝説のスコップを手に入れた。お、あ、これそこ掘るんじゃないの。このページでは特別にスコップボタンが使えるよ。スコップボタン、え、うわ、何これスコップボタンマウンテンって、おい英語を完璧に使いこなしてるスコップ、いや、まあでもそう、今時の10歳は分かんのかな、ボタンマウンテンって書けんのかな、こんな風に。え、すげえ、てかボタン全部作ってんのか、すげえな。レッツホリホリタイム。おう、え、え、まあこの地面で使うんじゃないの、見るからに掘れそうな。じゃあここでスコップボタン押す。ああ、掘った、どんどん掘る。あ、なるほど、連打するんだ。何、ああ、床が抜けた、あ、下に落ちた大丈夫か。でも先に進めたから結果オーライ。この調子でザクザク掘り進もう。ああなるほどね。あ、確かになんかいろいろ埋まってるな、この辺。これを全部掘ってみるってこと。おお、あ、看板、へえ。あ、だからこのドラゴンの尻尾の先でこの渦巻き掘りをするんだよ。ここじゃねえ、だから。お、お、やってる、スコップ扇渦巻き掘り。どっかーん。お、地中に埋まっていた爆弾が爆発。しかし渦巻き掘りは無敵、爆発だってへっちゃらなのだ。なるほど、爆弾を無視して掘り進んだ。ごごご、この地鳴りは一体。お、復讐、石油だ、石油いや、おい、勇者ドロドロだろそこはなんか水とかでいいんじゃないの。勇者はついに竜の崖の登頂に成功した。待て待てー、お、なんだ、誰、
おお、なんと土ゾンビキングが現れた。土ゾンビキング、え、この野郎。お、あ、ボス戦、あ、ボス戦もあんの。わしの頭の上でスコップを使うな。虫歯に響いて痛いだろう。あ、確かに虫歯がある。虫歯と爆弾。わしは土ゾンビキング、魔王様の命によりここでお前をやっつけておる。お、すげえ、ボス戦だ。ボス戦もあんの、ケンタ。スコップボタンで土ゾンビキングを切った。あ、オッケー。ああ、あ、普通の土ゾンビも出てきた。はいはいはい。これは、おお、危ね。あ、食らいついてくるんだ。なるほど。でもなんかあの、虫歯が鍵っぽいな。ね、なんか、虫歯が攻略のヒントになりそうな感じだったけど。あ、あ、食われた。あ、ガチャ押し。脱出。よしよしよし。あ、いけた？あ、ここ。ああ、これ、掘れるんじゃない？あ、掘れる。あ、あ、待って、虫歯を掘る、虫歯を掘る、虫歯を掘るんじゃないか。あ、飛んでった、虫歯。歯が虫歯を抜けた、ありがとう。って勝手なことするな。あ、待って、でもこれ虫歯取るんじゃない、わかんないけど。とりあえず全部取ってみるか、虫歯も爆弾も。脱出して、オッケーオッケーオッケー。で、虫歯を掘る、虫歯を掘る、虫歯を掘る、よし、オッケー。土ゾンビキングの虫歯を全て引っこ抜いた。おお、行かないだぞ。あ、フガが、あ、あ、勇者よ、マハコ、お前はワヒを悩ますムヒバを全部抜いてくれたのか。あ、はい、抜けました。追いかかったワヒを救ってくれなんて、お前なんていいやつなんだ。おお、感謝されてるじゃん。お礼にワヒラの宝である石油を好きに使うぐらい、さらばだ。あ、石油になった、勇者が。あ、これでいいんだ。あ、これでクリアなんだ。あ、なるほどね、へえ。え、すげえな。ちゃんとなんか、ボス戦みたいなイベント戦とあるんだな。はい。というわけで、RPG タイム、ライトの伝説。いや、あの後もね、なんかまだまだ続きそうだったんで、ちょっと一旦ここで、はい、終わりにしておきます。いやー、すごかったなー、マジで。なんかね、もっと、これ話題になっても良さそうな、ね、ものすごいクオリティのゲームだったけど。あ、ただね、これパソコンもしくはなんか XBOX でしか遊べないらしくて、まだね、なんかスイッチとかでね、遊べるようになったらもっともっと注目されそうなゲームですけどね、この天才ケンタが作り上げたライトの伝説ね。えマジで子供とかすげえ喜びそうだけどな、これ。いや、大人の俺がやっても普通に面白かったし。はい、まあじゃあそんな感じで、RPG タイム、ライトの伝説でした。いや、すごかったこれ。